キロサポーターが選ぶ MVP を勝手に決めさせていただきました。イエーイ。ということで、愛媛らしい素晴らしい試合ができたと思います、あとは英語さんにバトンを回したいと思います。ありがとうございました。最終戦で、勝てたのはもう本当に皆さんのおかげと、ここにいた選手全員の頑張りだというふうに思います。本当にありがとうございました。選手で1年、自動車で8年ですかね、お気がつけばもう10年近く愛媛に、お世話になりました。いろんなことを学ばせていただいて、成長させていただきました。本当に、クラブには感謝しています。そして、まあ、こう結果が出ない時でも熱い声援をくれたサポーター、支えてくれた選手スタッフに本当に、感謝の気持ちでいっぱいです。これからも陰ながら、愛媛 FC を応援していきたいと思いますので、皆さんも今までと同様選手を後押ししてください。本当に今まで本当に本当にありがとうございました。
みんな元気ですよ。愛してます。大好きです。本当に大好きです。誰に向かって呼んでるの。また愛媛帰ってきて。誰に向かって呼んでるの。しかし、しかし、サポーターの数が少ない。これが最後だぞ今日。もっと熱いかい。笑ってこい。来年は来年だ。毎試合満席。はい、頼むよ。おい、いないけど。たまには応援来るよ。頼むよ。俺も頑張るんで。頑張ろう。愛媛市頑張ろう。俺も頑張る。33歳できないよ。はい、まだまだ、はい、頑張ります。よろしく。サンキュできるだけ寄らないで。危ないからね、危ないから。できるだけ寄らないで。パニックになったらダメだからね。ちょっとできるだけ危ないんで、できるだけ危ないんでね。危ないからね。本人から私は近いでしょ。行くぞー。ライン出して行くぞー。落ちそう。俺たち愛媛が¡Gracias!
道開けて写真撮影に間に合わないから、主役が写真撮影に間に合わないから、道開けて。皆さんもぜひ買い物なので、止めていいですか？